ゆらちゃんもちゃんと運動して、うん、ね、運動してましたね。運動しました、洋服みたいだって。え、キティちゃん？あ、そう。かわいい。109のものです。109のはい、ゆら見てください。え、ね、思った。じゃじゃん、すごい。かっちゃんです。超かわいい。かわいい。このスカートは昨日原宿一人でね、お散歩してたんですけど、はい、あの好きなお洋服屋さんがあって、はい、一目惚れして買っちゃいました。いいですね。おニュー。この T シャツは去年とかかな、一昨年か去年にお姉ちゃんがくれました、ね、めっちゃいいじゃないですか。かわいいよね。かわいい。かっちゃん T シャツで、私は、はい、こちらで、あの超キラッキラな帽子と、うん、ギランギランで、これはなんか一応男物の、まあ、男物の、そう、洋服屋さんにあったんですけど、うん、そこですごい一目惚れしちゃって買いましたね、うん、わ。で、これは、まあ、先ほど言ったように109でございます。で、これはまあ黒ズボンで、これ秋クラシックです。あ、私も見せれないか。秋クラです。この靴超かわいい、うん、あのバービーのコラボのやつ履いてるんですけど、ちょっと今見せられないです。黒色ですね。黒とピンクの靴を今履いてます、はい、これでね、ちょっとインスタの写真を撮ろうと思って、うん、いいね、いいね。急いで準備してお団子にしました、はい、かわいい。皆さんも秋クラの靴とか持ってますか？かわいいよね。ね、最近ね、秋クラ の靴を履きすぎて、うんうん、学校でなんか 体育があった時にその靴を履いていったの、うん、そしたら厚底だからそれやめなって言われて、うん、ダメだった。ダメだった。なんか幅跳びみたいな。幅跳び、なんか砂のところに1,2,3って言ってジャンプして、あー、あるね。そう、あれで、あの時にこの靴を履いてったら、うん、厚底はやめなって、なんか捻挫しちゃうからって言われて。そうなんだ。そう、なんて、あ、秋クラシック買ってもらったんだって。おお、おめでとうございます。お揃いだ。あさっち、なんか質問とかありますか？ね、私たちはやっぱりアニメ好きコンビですけど。そうですね。あ、皆さん、あのクレアちゃんとミサキちゃんの、うん、アニファン、アニファン聞いてくれましたか？はい、聞いてくれました。昨日、あ、一昨日か、うん、うん、の夜だったんですけど。あ、夜ですね。あ、アニファン聞いたよ、嬉しい。嬉しいですね。楽しかった。そう、アニ様に行ってきて、そのお話を、まあ、美咲姉ちゃんとクレア姉ちゃんにしたんですけれども、はい、ね、超楽しかったよね。楽しかった。実はあの来週のも、出演させて、うん、いただけることになっているので、ぜひ聞いてください。ね、聞いてね。いいレポでした。わ、嬉しい。ありがとうございます。うん、ペンライト、そう、ね、ぐるぐる折ったね。折ってぐるぐる回して、あのちっちゃい豆ができました嘘でしょ、本当にすごい。そう、やりすぎて。ゆらちゃんペンライト25本折ったんでしょ。ゆらが25本折ったんじゃなくて、2人で25本。そう、2人で、そう、1人で25本折ったらすごいね。ちょっときつい。そうなんですよ、鬼滅のね、曲もしてたよね。ね、曲もあった。残響参加、うん、な、漢字は読めないけどウェーイってなって、なんて、どんな曲だっけ、ね、なんだっけ、テテテ、あ、それ、テテテテテテ、あのインスタグラムの、うん、ストーリーにも載ってましたね。ね、すごかった。もう、あの、その時私ちょっと部屋の中にいて、うん、出てきた瞬間にその曲が、あ、そうだね、そうだね。もうめっちゃ、もう出てきた瞬間、そう、流れて、あ、鬼滅だってなったんだけど、そう、バキちゃんがなんかどっか行っちゃってて、そうそうそう、あれってなったんだよね。そうなんですよ。じゃあ最近ハマりすぎてるアニメは、だって、うん、なんだろうな、なんだろう、
最近何見てる？最近は何見てるんだろう。推しの子。ああ推しの子ね。とかあとね、あとなんだろう。今見てるのは。ミラはヒロアカ、推しの子。やばい、ありすぎて思い出す。プリキュア。あ、プリキュアね。プリキュアね。今日プリキュアリアさんに来ました。ねえ、ダメダメだよ、まだダメね。まだ2週間前ぐらい、あ、1週間前の見たかな。うん、のしか見てないので、ネタバレしないでください。はい、超面白かったよ。映画も見たいんだよね。映画見たい、うちも。ワンパリ面白いよね。ねえ、面白い。ヒロアカ、そういえばヒロアカの映画この間行ってきました。あ、見ました？はい、ついに見ました。もう、泣いちゃった。泣いちゃった。じゃあ、これ、でも見てない方もいるよね。ね、そう、見てない方もいるから、あんまりネタバレ的なことは言えないんですけど。うん、じゃあ、どこが良かった？どこが良かった？なんだろう。一番わーってなったところは？一番わーってなった時が。めっちゃ良かったですね。やばい、かっこいいってなりましたね。ミラは、でもいろいろあるけど、ね、あのかっちゃんとあのとどろきくんの2人で撮ったかどこだ。2人で敵をのところ。なるほど、理解理解。ネタバレになっちゃう。ねえ、なっちゃう。でも一番最後好きだったの、うち。一番最後どんな感じだったっけ。なんか、あの、二人が、なんか、あー、そう。言えないんでね、すいません。もう、ヒロアカ、ちょっとでも見たことある方とか気になってる方は、絶対見た方がいいです。はい。めっちゃ良かったです。ね、本当に、面白すぎた。うん。好きなプリキュアは、だって、好きなプリキュアは、誰かな。キュアソード。ソード。うん。ドキドキプリキュア。紫の。ああ、そうそうそう。ドキドキプリキュア懐かしい。超大好き、キュアソード。ミラは、キュアハッピー。なあ、スマイルプリキュア。そうそう、スマイルプリキュア。うん、いいね。魔法使いプリキュアの、うん、あの2が今度あるの。 2？ あのなんて言うんだろう、の続きの話なのかな。そうなの、あんの。そう、初めて知った。魔法使いプリキュアも好きなので嬉しいです。すごい。魔法、あ、大人バージョンなんだ。あ、そうね、なんか大人バージョンあるらしいね。大人バージョンね。わあ、プリンセスプリキュアも、うちも好きだった。めっちゃあのエンディングテーマがめっちゃ好きでした。え、わかる。あのキャラによって曲が変わるやつ。もうこれ見てる人にしかわかんないよね。あとあれ、キュアブロッサムとか好きだったな。あー、そう、何プリキュアだっけ。何プリキュアだっけ。ハートキャッチプリキュア。あー、懐かしい。ハートキャッチプリキュアか、やばい。見てましたね。超好きでしたね。わ、アラモード。あー、プリキュアアラモードね。わー、プリキュアアラモード懐かしい。うちね、プリキュアアラモードが始まる前に、うん、なんかマカロンとかそういうプリキュアいないかなって思ったら、うん、その次に出てきたんですよ。すごい、すごいね、びっくりした。キュアマカロン結構プリキュアわかるかもね。え、意外に見てるかも。わあ、ハピネスチャージ懐かしい。あのカード、奇跡みたいなカードが、あったね。うわ、懐かしい。懐かしい。なんか妖精のさ、ぬいぐるみ持ってたの、うち。紫色の方の。今日誕生日、おめでとうございます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー。
おめおめ。受験生になりました。わあ、受験生同じです。イエーイ。大変ですよね。ねえ、大変大変。頑張りましょう。さあ、何があるかな。うん、命を授かってから何年ですか。だってどういうことですか。生まれてからってことですか。今は17年生きてます。命を授かって14年生きておられます。なので地球に来て14年、はい、です。はい、17歳と14歳。はい、14歳。まだ14歳なの。14歳です。そう、今日の行ったジムの人にもびっくりされました。14歳。しかもね、なんだっけ、最年長、最年長、うん、最年長が17歳ってことにもびっくりしてましたね。わあ、何報告。いや、今日さ、ジムの帰りだからちょっと心臓が痛い、うん、走りすぎて。同い年だって、バキちゃんと。おー、やっほー。わ、推し活 Vlog 見てくださってありがとうございます。うん、嬉しい。いいね、いいね。うち、ゆら姉ちゃんの推し活 Vlog 超大好き。ほんと。そう、やった。楽しそう。めっちゃ楽しいのが伝わってくる。嬉しい。止まっちゃった。うん、アニファンの裏話して。だって裏話だと、裏話だとそんなのもう言い過ぎてない。でも私たち、アニファンに去年も出させていただいたんですよ。そうですね。で、去年はなんかまだラキラキラブの衣装着てた頃になんか写真見てたら出演してたんですけど、今回の収録の時に、美咲ちゃんとクレアちゃんがなんか、トークが上手になったねって褒めてくださって、嬉しかったです。ありがとうございます。嬉しくなっちゃいました。今週か、今週の金曜日の深夜に放送される、はい、放送の分もすごいたくさんお話ししましたね。めっちゃ話しました。どうなってるかわからないんですけど、楽しみにしててください。はい、待っててね。あと今週の日曜日は22日ですよね。その日は何の日ですか、皆さん。あ、1週間後だ。やばいね。1週間後はラッキーラッキーのデビュー3周年です。そしてカンカンの誕生日。ハッピーバースデー。毎年一緒にお会いできるのすごいよね。ね。なんと昨日でなんかファンファンファン夢無限大のミュージックビデオが99万回らしいんですよ。すごい。なんであともうちょい、あともうちょっと、私たちも見ようね。デビュー日までに100万回いけたら嬉しいな。ねえ、頑張ろう、みんな一緒に。すごい素敵なプレゼントになりますね。ねえ、ありがとうございます。頑張ってぜひ広めてください。お願いします。ネックレスかわいいだって。うん、かわいい。なんか私の方は3つネックレスがあります。なんかつながってるんですよ。ミラは2つです。これ持ってるよね。うん、そう、持ってたけど、あ、なくした。 なくなっちゃった。どっか行っちゃった。どっか行っちゃいました。すいません。これお気に入りです。これ私のお気に入りです。3つあるのが超かわいい。でもうちらもう3周年なんだね。ねえ、びっくり。3年も一緒にいるんだね。早すぎる、やばい。3年よりもうちょっといるか。ね、いるよね。わあ、やばい。
だからうちがここに上京してきて多分5年は経ってるから、うん、そうだから多分そうなんですね、5年ぐらい一緒にいますね。いや、ええそうだっけ。え、5年か4年ぐらいで、うちが中3で上京してきたのが小5だから、うん、14、1、2、3、ん違う、中3、中2、中1、小5、小6、あれ4年か。あれユーラが EXPG に入ってから今5年なんですよ。あ、中1、じゃあ4年か。中2、中3、高1、高2、あれあれ高3あれもしかして6年目あ、じゃあうち5年目。分かんなくなってきちゃった。計算難しい。中1、中2、中3、高1、高2、高あれ6年あれちょっと5年目だと思ってた。じゃあうち5年目か。だね。うわわあ、5年目です。やばい、東京に来て5年目ってすごいな。ね、びっくり。帽子キラキラそうなんですよ、超キラキラ。なんかお仕事とか、あのこの前も撮影があったんですけど、はい、この帽子にこの子サングラスをしてくるんですね。こちらですね。なんですごいあの、なんかレジェンド感があってそうね、こういう感じでね前見えてるのかなって思って沖縄恋しくなる？だって時々ね、恋しくなるんですけど、やっぱ環境が違うもんね、全然。そうなんですよ、本当に。あと1年で成人。成人？すごい。ってことはユラも成人。やばい。え、来年で、来年1月で18歳。やばい。ひーちゃんがあと2ヶ月ぐらい。え、早くない？やばいよ。はぁ、ラッキーラッキー、成人の方が出てきます、ね、最初の時は今17歳だから14歳、うん、だったってことだよね。え、じゃあうちの今の年ってこと？そういうこと？ちょっと計算できないのわからないですけど。じゃあもう成人なんだね。お酒の、お酒とか飲む気？あ、お酒は飲めないです。あ、飲めない。お酒は20歳からなんで。あ、そっかまだ、まだ飲めないんですけど。バイクとか、なんだっけ、車とか免許取れる。ああ、そうなんだ、すごいね。ゆらちゃんの声に癒される。だって、嬉しい。すごいふわふわしてる声。プリパラ展どうだった？プリパラ展すごい、うん、素敵でした。プリパラは見たことない？そう、その道通ってないんですよ。通ってない。なんかアイカツとかも通ってない。通ってなくて。通ってなくて。そう、でもなんか一回何だっけな、アイカツかプリパラのどっちかのゲームがゲーセンにあって、うんうん、そこで、あ、どうしようかな、ここの道通ろうかなって思って一回ここの道通ろうかな。そう、一回やってみたのね、うん、でなんか洋服、靴、まあいろいろもらったんだけど、うんうんうん、なんかよく分かんなくなっちゃってやめちゃった。やめちゃった。そう、1日でやめちゃった。早っ。プリパラってすごい、なんかユーラがね、7歳の時に見てたアニメで、うん、ちょうど今年で10周年10年目 なんですけど、すごく素敵で、ね、もう最高でした。いいですね。あの、アニサマ行った時も、うん、アイリスさんがプリパラの声優さんだったんだけど、うん、あのプリパラメドレーも見れて、うん、もう泣くかと思いました、うん、いいね、いいね。アイカツカレー食べたい。だって、へえー、そんなのあるんだ。あるのかな。うまそう。
最近アニメ見れてないかもな。ねえ、うちも最近見れてない。なんかまた推し活とか行きたいね。ねえ、行きたい。何があるのかな、ね、何がありそうかな。夏の思い出はできましたか？だって多分できました。何できました？ね、なんだっけ、でもね、皆さんといろんなイベントで、うん、まあ、お会いしたことはまあもちろん結構夏の思い出なんですけど、うん、家族との思い出は多分寿司を食べに行ったこと、かな。お寿司食べたの？そう、2回ぐらいお寿司食べに行った。え、待って、薬屋の独り言店やってるよ、だってよ。何それ、何情報、どこ情報ですか？やってるんですか？ちょっと調べてください。何それ、そ、どこ情報、どっから知ったんですかね。知らなかったな。あ、やってるの？やってるね。いいね、さすが。すごい、なんか原作のなのかな。いい情報もらいましたね。漫画っぽい。すごい。行きたい。いいっすね。情報をくださりありがとうございます。さすがですわ。みんな推し活したいな、ね、配給見てますか？配給はね、ちょっとだけ見た。おお。でもちゃんとは全部見れてないですね。全部見ました。お、映画も見ました。マジですか？今度また映画があるんだけど、うん、早く見たいなって思ってます。推しはどなたですか？推しですか？うん、私は菅さん。わかる？わかんない。菅さん、菅原さん菅原さん。え、ちょっと見て。え、見たい。今ね、携帯があっちの配球ジャラジャラ携帯です。どうですか？あー、見たことある。見たことあります。菅さん好きです。すごい、なんか好きそう。好きそう、確かになんかユーラの好きなキャラクターって、うん、似てるのかな。なんかまず髪の毛の色がだいたいちょっと白いっぽいのが。あ、確かに白か黄色か。そうね、白黄色あたり。ねえ、その辺何つけてるのって。見せていいの、これ？あ、いいよ、こちらで。ね、もうやばいよね。大丈夫ですかね、これちょっと。じゃあ一個ずつ紹介してみよう。はい、まずこちらがちょっと汚れてるハローキティです。ちょっと汚れてるキティちゃんですね。で、そしてこちらはマリオのキノコです。あー、大きくなるやつですね。そうビッグなんちゃらみたいな。じゃあこれは、こっちはなんかハローキティの45周年のやつですね。あー、ほんとだ、はい、45周年。で、これは、これはなんだっけ、 BTS のおー、キャラクター、はい、キャラクターですね。で、こっちが顔オンリーのハローキティ。あ、まあいろいろついてると。あ、これ、そう、プリルンズ。あ、顔が…ちょっと見せられないか。ちょっと熱で、顔が溶けちゃってるんですけど。ん？溶けちゃった、なんか、はい、ちょっとプニルンズのラブルンかな。すごい、ね、いっぱいついてる。はい、どういった気持ちでこれはつけてるんですかね。これは重くないの、これ。なんか重いけど慣れただから、このスマホケースじゃないと多分ちょっと軽すぎて嫌になる、うん、いや、これバッグとかには入るんですか？入りますね。入るの？頑張れば。で、入らなかったらもう普通にここだけ出して、もう飾り、カバンの飾りだよみたいな感じにするか。ユラはちょっと何もつけてないですけど。でも可愛い。
ね、なんか付き合ったな。そう、これはあのなんだっけ、キューガルの子たちがまあいろいろつけてたんで、私も真似しようってつけました。かわいい。多分つけすぎだと思うけど。つけすぎですね、ちょっと。でね、これをつけることによって電車の隙間とかに落としにくいし、あ、そう、落ちた時にそういう対策がされてるのか。落ちた時に音も鳴るし。なくしにくい。なるほどね。なくしにくい。すごい、ちゃんと考えられてるんですね。ちょっと裏話っていうか、うん、あの前の話なんですけど、一回新幹線で、うん、あ、スマホをなくしてしまって、はいはいはい、静岡までスマホが行っちゃったんですね。しかも遠征中ですね。なんで、あのその時はちょっと結構大変だったんで、その反省点を生かし、これです。あ、それで反省されてると。はい、そうですね。なるほど。皆さんもぜひ真似してください。真似してみてください。そう、何か取れちゃいそう。そう、さっきね、ここの場所に来るときにこれ、ハローキティのこの顔だけの部分が落ちちゃって、危なかったですね。危ないよ。接着剤か何かくっつけられたらいいんだけど。なんかさ、あのボールチェーンをさ、うん、保護できる。あ、ね、あれやりたい。いいと思います。皆さんはなんか最近推し活とかしましたか？した？いつも応援してるよ、ありがとう。思った。猫耳してほしい。にゃ、推し活してるよ。だって何してるんだろう。アイプリ推し活しては、アイプリもいいですね。あ、確かに今皆さんはこれ見てるから、推し活、推し活中だね。そうですね。イエーイ。なんか最近ノリノリですか、なんか。どうしたんだろう、やばい。隠したかって、わー、いいなー。いいね。でもちょっとグッズが増えてきすぎちゃって、もうお部屋が今大変なことになってるんですよ。大変だ。なんでもうどうしようってなってます。でもね、私ね、上らへんにちょっとした、うん、なんて言うんだろう、クローゼットじゃないけど棚、うん、みたいなのがあって、そこにアクスタとかいろいろ置いてます。今なんとかそこに収まってるけど、うん、意外にちっちゃいから、その隙間が、うんうんうん、なんでそろそろなんかブワンって落ちてきそうで怖い。確かにね、うん、最近ハマってるゲームは？第五人格。第五人格。うん。おお。そう。どういうゲームですか？あの、わかんない。あの、ホラーゲーム、うん、みたいなゲームなんですけど、でもそこまで怖くない。かな。で、なんか一回、うん、確か約束のネバーランドとコラボしてた時があったんですね。そう。で、その時ちょっとやってた。あ、そうなんだ。やってたかな。うん。ゲットできた。わかんない、もう覚えてない。何年前だろう。ユーラのアンサンブルスターズに今もうドハマり中なんですけど、うん、やってる方いますか？いますか？あれやってましたよね。やってたけど、あれ今はあれ今はあれ2週間ぐらいでやらなくなっちゃったかなって。本当にやばい。あのアンサンブルスターズちょっと聞いてほしい。あ、いいよ。何？あの、いいですか？今から喋りますね。はい、いいですよ。あの、私の推しが、うん、佐久間律くんっていう、うん、あの黒髪のかっこいいキャラクターなんですけど、ね、あの最近あの幼少期、うん、ちっちゃい頃のあの様子
ちっちゃい頃のなんかカードができたんですよ、うん、あのゲームだから、はい、リズムゲームだから、はい、なるほど。小さい頃のカードが出たんですね、はい、で、それにも声優さんがつくんですけど、うん、声がつくんだけど、はい、私の大好きな諸星すみれさんだったんですよ、ね、すごい嬉しくていい、ね、もう叫びそうになっちゃって、はい、あのアイカツのいちごちゃんとか、うんうんうん、ハイキューのマネージャーの声とか、おおすごい、もう大好きで、ねえすごい、めっちゃ嬉しかったんですよ。めっちゃいいね、超豪華。共感してくださる方いますか？いますか？で今 A3 っていうゲームも、うん、ユラの推しのイタルさんっていう人が、うん、あのゲームカードのガチャやってて、はい、アンスタもその推しのガチャやってるから、うん、ちょっともう忙しくて、うん、推し活大変だ、大変です、お忙しい。猫の手も借りたいってやつですねあ、そう、約束のエマちゃんの、うん、約束のネバーランドのエマちゃんの声もやってました。マジすみれさん、もろさん、すごい豪華じゃん。大好きです、本当に。やばい、なんで推しの声、推しの小さい頃の声を推しの声優さんがやるっていう、やばい、もう幸せな、超ダブルハッピーじゃん。ダブルハッピー、ラッキーラッキーじゃんいいね。だから最近毎日ゲームしちゃってます。いいっすね。アンサンブルスターズはファンの方から教えてもらって始めたんですけど、うん、もうドハマりしちゃいましたね。いいね。大学受験に向けてお勉強は？お勉強頑張ってますねえ本当にめっちゃ頑張ってるんですよいやいやいや、そんな頑張ってないですよ。なんかトラクちゃんもね、うん、頑張ってますか？うんうん、頑張ってる。中学3年生中学3年生頑張ってます中学生頑張ってますよね。頑張ってます、うんね、受験生って大変だもんね。ねえ、いや中学受験もしたことあるんですけど、うんうんうん、なん受験って大変だよね。大変、泣けてくる、泣けてくる泣かないで。でももうさ、あのゆらの学校は、うん、あの2学期が終わったらあんまり学校に行かなくなるのね。おう、冬休みが終わったら、はいはいはい、だからあと3ヶ月ぐらいしか学校がなくて、やばみたいな。すげえ。じゃあそろそろスクショタイムしますか？そうですね。やりましょう、やりましょう。卒業できそう？だって。卒業できそうです、ね。あ、私は多分、まあ義務教育っちゃ義務教育なんで、多分できるとは思うんですけど。はい。多分行きます高校は分かんないけど、いや頑張って頑張る。天使ハート、天使ハート、天使ハート、こんなんだっけ、はい、カシャ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 。 A ポーズしてたって。これ A ポーズ、チーズ、カシャカシャカシャ、大きな声、テテテカテテ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 テ、ルダハート、あ、ルダハート、はい、チーズ、カシャカシャカシャ。じゃあ最後、じゃあユラ姉ちゃん決めてくださいへえじゃあ、はい、これで、これ、はい、チーズ、カシャカシャカシャ、うん、はーい、あざしたはい、スクショタイムは終わりですかね。じゃあ
今週の日曜日はラッキーラッキー3周年を迎えます、そしてカンカンの誕生日もありますので、ハッピーバースデー、まあね、嬉しいお知らせもできるかなって感じなので、ぜひ皆さん楽しみにしていてください。楽しみに。じゃあぜひファンファンファン夢無限大たくさんミュージックビデオ見てください。見てね見てね見てね。せーの、バイバーイ、バイバーイ。